はい、どうも、僕です。本日は、旧校者の花子さんというゲームをやっていくんですけども、こちらのゲーム、7月の1日に発売されたばかりのゲームでございます。このゲーム、なんと、100円でございます。110円だったかな で、今、セール中で99円かなんかになってんだけど、すんごい安いゲームなの。まあ、100円ゲームって言われるやつですね。なんだけど、こちらのゲーム、ここ数日で、めちゃめちゃ評価が高くて、えー、レビューもね、すごく高いので、ぜひやってみたいな、ということで、やっていきたいと思います。よいしょ。なんかね、トイレの花子さんってあるじゃん、有名な。あれとはちょっと違うらしいよ。うん。なんだお。いきなり動け、滑らか 動きが滑らか。走ったり。お、できるね。スタミナっていう概念はなさそう。ん目的地はこっちではない。はい。わかりました。すいません。怒られました。<laughs> 急に怒られた。なんかね、トイレの花子さんとはまた別で、その旧校舎の、インベントリタブ。あー、なるほど。今向かっているのは廃墟となっている父親の母校だ。 父は死の間際に俺の母校には絶対に近づくなと言い残し息を引き取ったしかし突然の父の死に何か納得できる理由が欲しいのかそれとも単なる好奇心か自分は父の言いつけを破り母校へと向かっているなるほど河口付近をうろつく不審者だと通報されるのも嫌なので探索は人通りが少なくなってから行うことにした所詮はただの廃墟,廃墟探索だ 夜中に一人で忍び込んだところを危険はないだろう。うん、あったとしてもせいぜい不老者に出くわす程度だ。そうに違いない。なるほどね。不老者に出くわしても怖いけどね。うん。なんか落ちてんな。そう。なんかね、トイレの花子さんとは全然違うゲームなし。100円って安くないハウスの左ボタン。えーっと、廃校のお知らせ。廃校のお知らせだ。説明会の日程が書いてある。うん、日時はかすれていて読ね。あ、小倉も見えるね。 書かれているのはおそらく目的地の学校、父の母校だろう。なるほど。なんかね、結構怖いらしいのよ。で、さっきからさ、このホワイトノイズ言ってんのかなこのブーっていうか、ジーっていうかさ、お、電気消えた。なんで懐中電灯 F。あ、なるほど。懐中電灯使えんな。ふ、うん、ふーん。なるほどね。なんか落ちてんね。あー、なんだこれ。<laughs> あこれ、 なんだドアなんでこんなとこにあるんだん学校だよねえー、学校敷地内につき関係者が立ちできんし。うんふんふんふん。なるほど。まあ、学校関係者はもはや残っていないだろう。まあ、そうだろうね。開けれるおー、勝手に開いたね。うわおー雰囲気ある雰囲気あるわー、これ。怖ー。まあ、ここに行くんだろうけど、僕はあえてこっちから行く。なぜかというと、なんとなくだ。 なんとなく行く。なんもねえ。なんもないから、やっぱりこっちから行こう。ああ、電気パチパチしてるー。嫌な感じー。えこれ、雨どい。こんなねじ曲げる必要あったこの端っこにつければよくないなんでこの中途半端なとこからつけたまあ、いっか。どうでもいいわ。パチパチすんな、眩しいから。んあ、セーブってあるぞ。セーブ体力回復。体力セーブ完了。 セーブ、体力回復んちょっと待って。あ、あの、左下の100%ってなってるやつ、あれ体力あんのか。なるほど。なるほどね。ここ何あ、電灯スイッチ。電気つけれんだ。うーん、よいしょ。お、ついてたつけた。つけた瞬間なんか出てくるとかないうーわ、びっくりしたびっくりした何めっちゃびっくりしたんだけど。 外はないらしい。なんだ今のえ行きたくなくなった急に。ちょセー, <laughs> セーブしようぜ。セーブしようぜセーブに。え何今のこわえかまいたちの夜やんあんなん。かまいたちの夜の人いました今。急に。びっくりした。えこれ行っていいのえちょっとなんかいっぱいあるけどさ。まあ、学校だもんね。いっぱいはあるか。 まあ行くしかねえよね。話進まないからね。あーまあ行こう。オッケーなんか1時間ぐらいでクリアできるゲームらしいので、まあそれを目指しつつ、赤かへんのかーい。もう一回。あかへんのかーい。はい。気持ちよかったので。うぅぅ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 しっぱなしだよ遊んだ後はちゃんと片付けなさい。ボールは小屋にあるカゴの中に戻しておくんだよ。忘れないようにね。 片付けが終わったら一旦私のところに来るように。用務員室の場所はわかるね。わかりません。すいません。どこですか後ろなんかバッチバチになってるんですけど。それじゃあ待ってるからね。後ろの電気がなんかバッチバチになってるんですけど。大丈夫え、なにもうやめて。もう、何ボール片付けろ。はい。記録が更新された。何記録って。え幽霊に話しかけられた。そんなまさか。ボールをカゴの中に入れたら用務員室に寄ってから、教室に戻れと言われたな。 自分は学生と間違われているんだろうかどうしようかいや。帰りましょう。怖いから。なんで来たのなんかお父さんの死が不明だったから、来たとかなんか言ってたね。なんか落ちてんな。あれだろうな、多分ボール。ええー、もう今の感じやったらさ、ボール取りに行った瞬間なんかボーンって出てきたりするんじゃないすっごい怖いです。もう行きましょう。ダッシュ。ボールを探す。マウスの右ボタン。 で、掴む。はは掴む。あ、掴めた。え遊べんじゃないウェー。え、話せねえわ。ウェーイ。あ、入れない。あ、蹴れたナイスナッシューナッシューイェーイナッシューいってんだな。これ僕の勝ちやな。なんかさっきこの辺にボール直す過去あったな。あ、これだな。 これに直せって音かは。はい、直した。で、用務員室。お。チャイム鳴ってる。みんな聞こえてるチャイム鳴ってんな。なるほど。ちょっと怖いんだけど。すっごい雰囲気あるゲームだね。あー。ちょっと待ってね。今ちょっと僕、音が聞こえないからゲーム音を上げたんだけど、めっちゃ怖いわ。ゲーム音を上げたらすっげー怖かった。えーと。 この隣ってことか開いてんなうーんお邪魔しますうんべに何言ってないのかこれなんだこれダンボールかあ,あ照明。あなんかあるえー、っと校舎玄関の鍵この鍵で校舎玄関の扉を開けることができる本来は立ち入っていい場所ではないしかし今は自分の気持ちが勝っているおお手に入れたええ いいの入れて。なんか、しがある。あ、登れるね。あ、登れる。え、すっごい怖い。あ、すっごい怖いです。何わー。わー、怖ーいです。なんかあるぞ。錆びついたナイフ。刃が 錆びついたナイフ。ダンボードを開けるのにでも使っていたのだろうか。なぜか隠すかのように置いてある。あ、見ることできるね。あ,あバイオハザード的な感じだね。あ,あ,あでも手に入れることはできない。これはアイテムではないのか。なるほど。じゃあ降りましょう。え、怖わあそこになんか救急箱みたいなのがあるんだけど、あれ取れないのかなんか、上に乗ってない気のせいか。これ救急とかまで出てきたらもう、 完全に敵と戦うパターンのゲームなんだけど。何読む人さん勝手にごめんなさい。少し借りていきます。はい、どうぞ。読む人じゃないですけどね、私。あいあ、はい、こあ怖っ。びっくりした。なんかさ、言うよね、幽霊って、この赤とか、そういう色のついた、ちょちょ、セーブ部署。そういう幽霊って、ちょっとやばいみたいな、危ない幽霊って言うよね。 こういうゲームなんかかでもね、こうは、今のはあんまり触っちゃいかんタイプの例かな。あ、いた。うほあ、こっちも開く開く。ああ、ーいです。ちょっと電気ないですか電気。えこれずっと、あ、これ電気っぽい。あった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 。ああ、明るくなった。 あ、もう怖くない。もう怖くないです。明るくなればもうこっちのもんです。なんか貼ってるね。職員室の張り紙。職員室に用事があるときのルールが書かれた張り紙。その職員も今やいない。自分がこのルールを守る必要はないだろう。えーと、ちょっと薄いけど、職員室に用事があるときは、まずノックをして、入り口で先生呼びましょう。勝手に入ってはいけません。はい。ノック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 ダメだ。誰も出ねえ。開けよう。 であかんのかいノックしたけど開きませんでしたね。これ開く開かない。あ、なんかこういう学校あるな。うん。図書室の張り紙。えー、っと、図書室を静かに利用するように書かれている。今や図書室だけでなく校舎全体が静まり返っている。そうだろうね。ああ、開かない。鍵を集めてクリアするタイプのゲームか。こういうとこ怪しいな。 鍵あるんじゃないうん、なんかいる。最近見ように自習が多くないまあそっちの方がサボれるからいいんだけどさ。それがさ、先生が話してるの聞いちゃったんだけど、なんか首つって死んじゃった奴が出たらしいんだよ。なに<何>マジそれで先生が一緒会食してるわけあーでも確かに最近見ないよね。あの、あのの後が気になる。あのの後が気になります。アイテムも落ちてません。なに今の子は。ただ怖いだけでした。 ただ怖いだけだったね。何今の。ここも開かないあ開かないんだね。あはん。こういうとこって開かないんだね。なんでここ、なんもねえんだ。なんかいるよ、また。青だから大丈夫っぽいな。えぇ、ー、ひー、もう、もうやめてくれ。死ぬ。し、し死ぬー。あれこの子消えない。開けた。 アイテムが落ちてるわけでもない。このパチパチ目がおかしくなる。ペンの目がおかしくなる。え何何何何か持ってる。あ、痛い。なんかわからんけどダメージ受けた。何ナイフ持ってたよ、今。何あの子。こわあれ花子さんもしかして。えあんなん出てくんのえなんかこの辺、うろうろしてるもしかして。やめて。急に。めっちゃ怖いんだけど。ちょっと。 何このはしご。うわ、なんか音が違う。なんかありそうだな、また。ロッカーも開けれる。これ隠れたりできるあ、できないタイプか。なるほど。隠れたりとかいうステルス系のゲームではないっぽいな。あースキッチ、好き電気つけましょうね。なんかいるわ、また。もう、すぐ出てくる。何出放題やん、ここ。な、あそこにも人っぽいのいるな。君は何を言いたいんだい聞いてあげよう。 いちいちうるせえこと言いやがる。話も投げしよう。な、なに文句しか言わへんよ。なにこいつ。痛い,い、痛い,たいあ、近寄るの危険なんだ。ああ、ああ、蹴ってやろうかと思ったんだけど、文句ばっかり言いやがってと思って。蹴ってやろうかと思、あれ今人いたよね、ここに。あれ蹴飛ばしてやるやろうかなと思ったけど、スピーチ原稿、なに えー、スピーチ内容の書いてある健康用紙だ。どうやら校舎裏で隠れてタバコを吸ってる学生がいたらしい。法律に違反していること、健康に悪影響があることを、長々解いている、うん。大多数の生徒が聞き流していたであろうことは想像に難くない。なるほど。あ、ニュースしたわ。あ、来そう。あ、来たあいたいたあ、なんか、なんかって言っ、何、ね？だこれ、しゃがむとかはないんだね。職員室の鍵。 この鍵で職員室の扉を開けることができる。学生の頃は職員室を訪ねるのに少し勇気が必要だった。廃墟となった学校ならば抵抗なく物色できる。えー何にー電気が落ちたいや、僕こっちのメモが気になったんで、見ようかなって思っただけなんです。何僕なんか悪いことしましたえ鍵盗んだだけですけど、いや、十分悪いこと。ここの電気が落ちたのかこの、上の電気ね。 こんなん落ちてきたらあかんやろ。しかもここ誰か座ってたとこだよね、さっき。ええー。これ調べれんのか電灯が落下してきたようだ。なんでそんな冷静やねめちゃめちゃ怖いやろ。ええーってなるやろ、普通。これ、これは何の遊びだだいたいこういうのって上になんか、あったり、しない。<laughs> なんもない。なんもねえわ。 何やったんもう、どんどん出てくるやん。霊的なもんが。何この暗いとこ、ちょっと怖いし。えー、ガンガン出てくるよ。え、さっきのさ、なんかうろうろしてた赤い子も、また出てくんの。えー、二階もあんのか。やだな。ここなんだっけこれ図書室だな。さっき職員室ってあったよね。これか。えー、っと。あ、これだね。 ノックして、開けた。うわ、暗い。あ、セーブある。セーブがあるってことは何か起こるのかえ素直にセーブさせてくれるのかなんだ後ろから何か来るとかあ、体力回復もあるんだ。ナイス。よし、セーブした。オッケーオッケーオッケー。ここも何かある開くねあ、ーなんもねえな。ん なんかしゃがんだりだとかなんとかっていうのはできない。あ、ジャンプはできるわ。ジャンプはできる。ほえー。なるほど。ほえーって。なんか落ちてんな。ナイター。ナイターだ。状態もよく、まだ燃料も入っていて火をつけられる。明かりとしても使えるが懐中電灯でこと足りるだろう。じゃあなんでパクんだじゃあなんでパクった今。この空き方、こえー。空き方がこえーわ。んーここは別になんて、あ ズームできる。あーズームできるな。ああ、ズームしないといけないような何かがあるのか、じゃあ。なるほど。マイスホイールを押し込むとズームにできますね。えー、ズーム怖え。え、ちょっとやってみようか。なんか見えたりするえー、怖ー、怖いんだけど。とりあえず職員室でセーブができるっていうのは覚えといた方が良さそうだね。ん開くじゃん。え、でもしゃがめないからさ。 なんか音がするこの部屋からえでも入れないんだよなえズームしても無理ちょっと待ってねオッケーオッケー分かったえっとねコントロールでしゃがむんだってあ行けたわこっからめっちゃ音するんだけどうん？ なんか見えるなんかゆらゆらしてんな。あのロッカーの近く。ほら、なんかあの辺ゆらゆらしてる。見えるみんな。なんかあるな。これはでも、ちょ、コントロールって言うと、あ、これか。慣れなさすぎて、操作がわからん。これ開く開かないよね。あここ入れんぞ。えっ、ー、と。 コントロール。コントロールをしわれてなさすぎてさ、わかんねえよ。え、めっちゃ怖いんだけど。え、これ行っていいのかな僕バンバン行ってるけど、バンバン行っていいのかな電気つけていい電気つけていい電気つけたら、うぅ、ん、パチパチぅぅぅパチぅぅぅぅぅちょっと行きたくないけど行ってみるわ。あそこ窓が開いてんな。これ、なんかいろいろ話聞いていかないといけないんでしょう、結局は。何隠れて、あ、蹴ってんのか。 何隠れてんだよ出てこい。何してんだこいつ。さっきなんか、ひーししぬーって言ってたことは別の子かなえ何したらいいんだ誰かいるあいねえわ。え、あ、消えたちょっと待って。え何 ?EMF 持ってこないとあかんちょっと、レベル5かどうか。あ、どうしてって書いてる。これ、ライティングだな。ライ、ライティング。ライティングです。 証拠一個出ました。いや、怖い。なになんなのこの教室。え、これこっちから開けれる開けへんのかい。裏からも、中からも開けられ、え、開かへんねんけど。ええー、閉じ込められました。ここは開いてるけど、避けれない。あ、あれか。これは、 机が倒れた表紙に花瓶も倒れて花が出たっていう感じか。なんだろ、このお花。見ることはできないな。うん、できない。なんだろうね。これをこうやって、えー、っと、しゃがんで、裏に出たってことか。なるほど。うわ、ん、びっくりした 今の花子さん何もうやめて、その、すぐに、脅かすのは。めちゃめちゃいいホラーゲームじゃねえか。ちゃんと楽しいぞ。ちゃんと声。これなんだなんか落ちてるな。ん扉が外れてんのか。あんなとこ登れる なんか何枚も落ちてるな。え、ここ入れるのかな入ってみようか。んーと。うわー。トイレか、これ。運動場によくある。開けたくねえ。開けたくねえけど、ま、あ見てみっか。うん、ここが外れてたんだな。うん。え、切ったねトイレ。これ、チョコいっぱいみたいな。<laughs> チョコっていう表現もどうかと思うけど。 壊れてる。はは。こも開く。はははは。いや、なんもねえな。んんなんか聞こえた。なんかいる。あははなに水ぶっかけてんだよ。誰か入ってんだろ。ははあ、そのバケツから下落ちてんの。お前ら何やってんねん。でもようノックをしたぜ。返事なかったから誰もいないだろ。いや、お前いてんの分かっててやってるやろ。あはははは。あははじゃねえ。 なんだこれは、あれかやっちゃいかんことをやっとるな、こいつら。何してんだ掃除に使うバケツだ。水を汲むもの。その水でモッピや雑巾を洗ったり、あるいは汚れ目がけて水をかけたりするもの。人にかけるもんではない。え、これ開けたらやばいんじゃない開かない。え水ぶっかけるえ 帰ります帰ります帰ります開かないなんでえ,えちょっと待って何何何えええ。近づいてきてるよ近づいれちょっと待ってえやばやべい,いややべちょっと待って開いた開いた開いた今開いたやべあこれ死ぬあ死んだわ霊所近寄るのは危険だ でも開いたな。おぉ、もういきなり来っから。ちょっと待って、これ開くっていうのは分かった。開くっていうのは分かった。だから開けて、えっと、中に逃げるってことだよ。多分。めっちゃ来てんだろうね、今。目はめっちゃ近づいてきてるよね。開いたよしよしよし。ちょっと待って、ちょっと待って。え、これ、隠れれてねえけど大丈夫か。え これ、ここにいてていいんかな上から逃げるとかあ、出ていった。え、開けるよめっちゃ怖いんだけど、ちゃんと死ぬっていう概念あるんだ、このゲーム。あ、なんか入ってる。なんで知らねえなんでじゃねえこっちだけ聞けてるのは。あれが花子さんね。多分。なんかナイフ持ってずっとうろついてんだね。やべえやつだな。ビビッ。 やたー、今。めちゃくちゃビビった。はぁ、あ。いや、ホラーゲーム結構僕ビビる方ではあるけどさ。あの、謎に近づいて来られるのめっちゃ怖いよね。ああいうゲームってね。まあ、ああいうゲームってこういうゲームってね。おおなに今の。え、ちょっと待って、一回多分見ていいえっと、別に何か増えたってわけでもないか。はあ、はあははあ ちょっと体力下がってるから食室行ってセーブしよっか。怖い、今の。ちょっと真剣に怖かったわ。ええー、またうろついてない。大丈夫ちょっとセーブ、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 セーブ。体力回復させてください。これ完全回復かなあ、完全回復だね。ええー、めっちゃ便利だね。こう、温まったら心も温まるみたいな。うん。廃校なのになんで火ついてんだって話だけどね。うん、まあいいでしょう。そういうところは。 詳しくは聞かないでおきましょうで、さっきここに入ってこっから外に飛び出したでしょ2回行ってみっかこっちの裏見てねえなーなここは別になんもない感じだなオッケーふう、普通に怖かったわ今えーすごいなこのゲームこれ100円よ <laughs> すっげーリアリティ高いよね あの、グラフィックもすごいし、あの、今のところゲーム性もめちゃくちゃ楽しい。天気つけてください。このあの、G だけうるさいけど、G がうるさい。えっ、ー、と、音楽室の貼り紙。音楽室の貼り紙だ。生徒が利用できる時間が書かれている。えー、遅くならない程度でなら、自由に使えたようだ。こんな夜更けでもなければ。なんか書いてるな。放課後の放課後の音楽室利用は、 17時まで。えー、使う時と終わる時は必ず先生に声をかけること。はい。ん音楽室開いたな。僕なんか鍵何個か持ってたっけ職員室の鍵って取ったよねここはもともと開いてたのか鍵なくても開けれる部屋があるってことか。なるほど。えっと。あれ電気つかねえなんで あ、これ椅子か。いやー、音楽室ってさー、ホラーといえば音楽室じゃん。絶対なんかあるよね。え、絶対なんかあるでしょ、これ。えなんもねえわ。<laughs> 帰ろう、もう怖いから。なんもなし。オッケー。異常なし。音楽室異常なし。了解。開かないのね。 はい、このさ学校とかってよくこの変な変なとこあるじゃん <laughs> このわかるこのなぜかここだけ広いっていうよくわからない場所あれ何なん,なんやろねなんか今、ま、最初ここでたまってさこの窓のところでさ運動場のなんかみんなを見たりとかさあこれ開くねこう,こうやってほら学校の外を見たりとかしながらここでこう喋るとかよくやるじゃんここ何の広場なんだろうね 開かない。これ何の部屋なんだろう。ここは何部屋言うてそんな大きい学校じゃねえな。まあまあちっちゃい学校だ。うん。ここも開かない。はい。ここは開かない。開かない。はい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 。んなんか書いてんな。どうして殺す何殺すって。なんでいやなんでって僕が言うたんやけど。 あ、なんかいる。<laughs> なんかいる。え、あの子は追いかけてくるタイプじゃないよね。えあ、黒い、え、黒ってやばそう。黒って一番やばそうな雰囲気があるんだけど。行くか。セーブしたからな。赤になった、赤になった。怒ってんじゃない怒ってんじゃないこれ。まあ、行くか。追ってきたら逃げるわ。あ、消えた。 別に消えただけで何もねえな。あはえー、ちゃんと怖いわ、このゲーム。すご。ちゃんと怖いね。なんか怖すぎて僕さ、集めてきた情報何が残ってたとかあったとか覚えてないんだけど。んもう降りていいのか。もう上は大体見たな。んー 体感だよねこっち奥がねここの子はもう消えたあもう出てこないっぽいねあ,あもう出てこないオッケー怖いのよもう <laughs> あのうろうろしてる女の子といいま花、あ、子さんだろうけどさこれ電気落ちてたとこだよねああまあここはもう何もなさそうかなうん,んうんなさそう あとどこ見てないっけ今全部見たよね。ここ入ってないこれ何あ、図書室か。図書室って入ってないよね。開かない。相変わらず開かない。あー、開かないね。なるほど。ちょっとセーブしていい <laughs> セーブばっかりごめんね。んーと、セーブ、オッケー。 あと、なんだろう。何見てないえっ、ー、と、こっちの部屋は、そうだね。こっから外出たもんね。うーん。ちょっと情報を整理しよっか。えっ、ー、と、玄関の鍵を手に入れた。で、探索できるようになりましたね。えっ、ー、と、スピーチ。校舎裏で隠れてタバコを吸ってる学生。ああ。 えーっと、この二つか。校舎裏だけかっこついてるから、これちょっと怪しいな。校舎裏行ってみっか。旧校舎の花子さんっていうゲームなんだけど、これ外も関係してくんのか。ああ、でも外結構ちゃんと作り込まれてるから、なんかありそうだね。一回外で出れたもんね。あーああ、これなんだ椅子なんかこういう椅子あったな。石でできた。 なんかあの冬に座ったら冷たいやつ。なんか花ここだけ咲いてないなんか意味あんのかん別になんてことはないな。うーん。このゴールネットね、運ぶのめっちゃ大変なんだよね。まあまあ重いのよ。であの、前、こっち側を持つ人が一番辛いのよ。実は。 こっちに重心が来てるからさ、後ろ持ち上げるやつって後ろ広いから3人ぐらい行ってさ、こっち2人しか持てないんだけど、意外にこの前が重いのよ。これね、この太いところが。これしんどいんだよね。わかる何がん <laughs> あれ青くなってきたぞ。なんだこれ青くなってるときはなんかあるぞ。なんだどこだん今どこに対して 画面が青くなったたこここだどこだどあ、いたなんだ何も言わね「鍵が見つからない生徒と遊んでいる時に落としたと思うんだけどなんかこの姿勢めっちゃしんどそう先生ってことかな生徒と遊んでる時になくした」みたいな言ってたからえ この人こわだえどこわ怖生徒と遊んでて鍵を失ったまあ走り回ってて鍵を落としたとかうん休憩中に落としたとかあボール探すなえここにゴールネットあったっけあったかあったかなあったかなこれさっきのボールでしょここもないんーまあ、ぐるっとしてみるか 走れんのいいわ。このスタミナ切れないのいいわ。助かる。滑り台。おっと、あった。放送室の鍵。この鍵で放送室の扉を開けることができる。機材が生きていれば今でも何か放送できるんだろうが、今となっては近所迷惑にしかならないだろう。ははー。なるほど。校舎裏っていうのはこれを見つけるためのフラグか。あの、校舎の外に目を向けさすためにあれ言ってたんか。 なるほど。じゃあ放送室に行けばいいんだね。ええー、いやー、まあまあ気味が悪いな、このゲーム。うん。ちょっと題材も気味が悪いよね、んでね。まあ一応 YouTube の規約的にもね、ちょっとあんま言っちゃいけないんだけど、まあそのね、弱いものをね、こうみんなでワーワーやるみたいなとこあるよね。もうそういうのダメだね。ほんとダメ。僕世界一嫌いだから。ほんとに。マジ嫌いだから。 そういうの。マジ嫌いです。ここなんだっけあ、これ音楽室か。え音楽室別に変わってないね。この奥がじゃあ放送室ってことか。一個入れなかったとこあったよね。今さ、ごめん僕。これ自分で開けたんだけど、窓開いてるってめっちゃ今びっくりしてしまった。内心。めっちゃ怖かった。あ、やっぱここだ。これが放送室ね。えこれ放送室か。<laughs> 図書室っぽいけど。 図書室隣やったよね。え図書室っぽいけど、大丈夫ですか間違えてませんか僕。んこの中のどっかにアイテムがあるとかそういうこといや、これは、花子さん危ないわよ。何画面動かしません。うん、なんか歩いてる降りてきなさいね。警戒しないうちに。何 今のは例の記憶だから現実世界えー、電話鳴ってるちょっと待って校内放送の原稿用紙校内放送の内容が書かれた原稿用紙だ校舎に登らないよう注意喚起する旨が書かれているどうやら度胸試しとして校舎に落ち登る学生が多いようだ雨どいを伝って登ってしまうらしいするなと言われるとやりたくなるそうだねそういうとこあるよね え雨どいわざわざ雨どいにかっこしてあったね。やっぱ外行かないといけないのか今、花子さんここ歩いてたじゃん。これ多分、あの、あれがあると思うんだよ。下に歩くとこっていうかさ、よくあるじゃん。僕あの、お掃除屋さんやってたからわかるんだけど、格好の外にね、ちょっと隙間があるのよ。あ、隙間っていうか、あの、なんていう、段差っていうか、ブロックっていうか。多分そこを今歩いてたんだろうね。現実ではね。 めっちゃ電話鳴ってる。どこだえここは放送室ここは開かないどっかで鳴ってるな。どこだここだあ、止まった何？になにこの電話えこれどうやって電話するん 変な電話。あ、なんかピアノ聞こえる。え、聞こえるみんな。ピアノ聞こえる。これ現実じゃないよね。ゲーム内だよね。怖っ。電話対応のメモ。メモが書き殴られている。電話対応中に、あ、じゃ、電話応対中に書かれたものだろう。電話先の名前。えー、学内で発生した殺人についてって何学校の対応の不適は、謝罪の言葉、飛び降り自殺。 その他学生のケア明るくない内容が書き殴られている花子という名前の学生が渦中の人物のような何人もの学生を失笑させそのせいに自ら命を絶ったらしいえいやさっきからさ僕は花子さんだねって言ってた赤い例の女の子がナイフを持って歩いてたやんあれ現実の話ってことであの向こうでさやめてくれもうこれ以上やられたら死んじゃうみたいなこと言ってたこうあれリアルの話 え、怖っ。えセーブしとこう。ふふふ。怖すぎでしょって。えちょっとピアノ鳴ってんな。これ絶対音楽室だよね。え、怖っ。ちょっと待って。ちょっと整理つかなくなってきたな。えっと、どういうことだ花子さんがいじめられてたってこと で、その逆襲で、怒り狂って、みたいな感じああ、いるわー、赤いのが。あれ、怒ってんじゃねーのえのー、えなんかあるえー、これ近づいて大丈夫かあ、消えた。オルガン、弾けるの弾いちゃダメだね。弾かないと。 全然。でもこうしてると嫌なこととか忘れられるんだ太郎くんにはそういうものある太郎くん新しいの出てきたな僕は本を読んでるかな図書室とかでうーんあ終わったえ記憶が更新されたえー、っと あ、これか。何度も某俺たちの記憶を目の当たりにした。あまり良い気分ではない。しかし、ここから出られる気配も感じられないので、探索を続けるしかない。うーん。唯一この主人公がまともなこと言ってる。最初から置いた後だ。花だね。えめっちゃじりじり言うんだけど、怖い。太郎くん。太郎くん。 図書室で本を読んでどうのこうのって言ってたね。えーっと、図書室ってどこだっけあ、一階か。一階だね。え、一階だっけあれ図書室って僕見なかったここじゃなかったっけあ、違う。これ音楽室だね。あ、そっかそっかそっか。一階か。図書室へ行こうじゃ。 えーっとここじゃないあれあかねえ開かないなあれあれここに職員室がちょ一回セーブしよう怖いセーブしようえーセーブして ごめんねちょっとグラフィック重くなってるかもごめんねちょっと戻らないかもしれないえー、っとこれ図書室だな開かねえな図書室の鍵ってなんかあったっけ開かない かここわらず何もないジジウだけちょっとさっき行かなかったあの校舎裏行ってみよっかもしかしたら関係してるのかもしれないなよし行ってみよういやちゃんと怖いわこのゲームしっかりとあのドキッとする。 ちゃんと、ね、でゾクゾクもするいいゲームだえー、っとこっちに行かなかったもんねさっきねあの辺に先生がいたんだもんねここはなんか落ちてんなん ああ、雨どいが壊れてるわ。雨どいが壊れて、ここに倒れてんだ。ああ、だから校舎に登ってどうのこうの言ってたもんね。ああはは、なるほど。怖いね。うーん。うーん。あこういうの登っていくんだ。すげえな。雨どい登るってすごいね。ちょっと陽戦は。ああ、でも、小学生ぐらいやったら体軽いかな。 あの、折れないのかな僕らみたいなのがこんな多分、雨どい持って登ろうと思ったら絶対ぶち折れるよね。怖いわ。うわ、怪しい、ここ。うんなんかある。タバコんこれか。釘みたいなの落ちてるわ。吸うのえてめえがよ先攻にチクったのはよ なんかいきなり始まった。そ、そんなことしてないよ。うるせえよ、お前ら、そいつ抑えとけ。何今日からてめえは灰皿だからな。覚悟しとけよ。何なんかそういうことがあったってことか。もしかして今あの、あれ あれあれ今僕こっちから来たよねあれ壁になってんだけど。なんでタバコを吸うな <laughs>。んで書いたのこれ。えっ、ー、と、か隠れて吸ってるやつ。うん、先生は分かってるからな。か。分かってるからな。うん。 未成年の喫煙は法律で禁止されています。また体に悪影響があります。未成年の喫煙をな、咎めているガ金だ。どうやら隠れてタバコを捨てる学生がいたらしい。このガ金に効果があるのかは怪しいところだ。まあ、ねえだろうな。ねえだろ、それは。うん。まあ、何とも思って、うーわ、星めっちゃ綺麗みんな見てえー、みんなの画面で見えるかわからんけど、今僕ゲーム画面では星がすっごい綺麗です。星が、むちゃくちゃ綺麗田舎かなぁ。 すっごいあの、余計な伝統がないからすっごい星が綺麗です。ちょっとなんか異様な道になったんだけど急に。何どうして自分ばかり何ゆっくり行けってことをこれ。え何この道怖自販機。お菓子売ってるわ。いいなえ、お腹すいた。あ、クラシックってやつ食ってみて、これ。うまあ、そう。 ええー、好きーこういうお菓子。海外のお菓子かななんで海外のお菓子売ってんだろうよくわかんないけど。走るか。別にこれ、んえ、何びっくりしたなんか今近づいてくるなって感じがあったんだけど。あ、これさっき見たやつだ。 戻ってきた。あ戻ってきたわ。なに今のこわやめてー。ここはまだ校舎裏だよね。ああびっくりした。雨どいが落ちてるんだね、これ多分。うん。危険だよーってことだよね。なるほど。これで一周か。ああ、周してきたね。 さっき来たね、多分この辺。で、こっからトイレに入ったもんね。あー、なるほどな。オッケー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 。えー、っと、今を整理すると、えー、っと、太郎くんという子が出てきましたね。最初から出てた僕が見落としてるだけ太郎くんという存在が出てきて、太郎くんがどうもいじめられてるっぽい。うん。 そうだねで花子さんだからあの多分音楽室の会話は花子さんとその太郎くんの会話なんだろうねそんな感じだよね今のとこで仲良か,かったのかなお友達だったってことかなうんで今僕が気になってんのはさっきさ 僕、こうやって雨どい見ながら行ってたら、一本だけ生き残ってた雨戸があったじゃん。こういうとこ登ってんだって言ってた。あ、これこれこれ。これ登れんじゃね星綺れ <laughs> これ登れそうな気がする。あ、ほら。ねえいやー、やるいや、ちょっと今日僕冴えてるわ。サクサクいけてる。めちゃめちゃ冴えてんじゃない いや、まあまあ僕、こういうゲーム、あの、混乱するんだけど、冴えてるわ。なんかね、うまいこと、こう、鍵が、見つかっていく感じっていうのかな。え、これどうやってのこの、お前、すごいな、この主人公。ええー、今、もう、ちょっと直角に上がる、サスケ、サスケみたいなことしました。そして、この瓦が綺麗。うん、いい組み方だね。 あー、校舎見えるわー。あのロ、えー、ここすっごい一本道、周りなんもねー怖ーい。え今なんで、会長ネット消えたえあ、あー、遠すぎてか。あー、びっくりした。そういうことか。なんか来たのかと思った。えー、ここ歩いていてなんかあんのか、でも。なんかあるんだろうな。行けるってことは。なんか物落ちてんのかな。んあー、なんかいる あそこに何かいるわ、みんな。ほら。え、あ、ちょっと待てよ。さっきさ、放送室だっけあの、放送室のさ、外を歩いてたじゃん。花子さんが。で、危ないから降りてきなさい、みたいな言われてたやん。で、飛び降りて、 お花があっていうことかな。えー、ちょっと待てよ。えどうしたらいいんだいや、これはいけんぞ。えあそこに通り道みたいなのあるな。さっき言ってた、こういう道ね。こういう道ね。あの、ガラス掃除屋さんって、この外で、こういうとこに乗って、外ガラスを切るっていうんだけどね、ガラスを。飛び降りれる死ぬ死ぬああ、死なねーえ。つえ。 主つえこれはジャンプしないといけないのねオッケーえーとほいよいしいけたこれでもどっから上に上がるんだろうそうそうこういうとこにいてこうガラスをねこうキュ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 って切るんだよっていう掃除をするんだけどちょっとここは危ないねさすがにここは乗っちゃいけないと思うけどあーこれをまた上上あがんのかなるほど んあ、これ僕開けたとこか。<laughs> 僕が開けたとこだな。ちょっと待ってね。多分これだと思うんだけど、ちょっと向こう側見たい。こういうの何でもね、言っとかないと。まだ来ないのかな何開かない。まだ来ないのかなってなんだあー、いや、こっちは何もなさそうだな。え行ってみる 走れるしね、この主人公。強気だね。あー、これじゃあ無理だ。あれは外れた扉だね。あー、なる。おー、どうはあはあ、オッケー。でやっぱさっきの雨丼を登るんだ。で、花子さんに会うんだね、これ。よし、直接対決や。まあ、さっきから直接対決してるけどね。一回殺されたしね。 この音めっちゃ怖いんだけど <laughs>、この、雨どいのパイプに響いてるってことでしょ、音が。めちゃめちゃ怖い音すんな。バイン。バインって言うわ。うわあ、夜空がめっちゃ綺麗。わあ、ちょっと待って、これ。見えるかなみんなに、この星の綺麗さ。めちゃめちゃ星綺麗だよ。こういうゲーム好き。この画面が綺麗。画面っていうかね、あの、夜空とかが綺麗なゲーム大好きです。いいわー いや、ホラーゲームだったこれ。<laughs> そんなゲームじゃなかったわ。あれど、どこだあー、あっちか、あー、いた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 。花子。花子、早まんな。止めに来たぞ。赤いじゃーん。赤いじゃーん、こんなとこね。これ、追われて逃げれねえぞ。花子。どうしたお前。あ、消えた。あ、図書室の鍵だ。 あれなんでライターになったんちょっと待って。あ、これだ。あー、びっくりした。あれライター使うようなとこあったえっ、ー、と、この鍵で図書室の扉は開けることができる。放置され、錆びつき冷え切ったはずの金属になぜだか抜く。暖かみを感じる。怖あー、ごめん。これボタン間違えてた。E ボタンでライター、F ボタンで懐中電灯だ。え意味ある落ちた死ぬかなえ この主人公まん、あ、まあ強いから行けそうな気がする。いや、怖いな。ここまで来て、また戻んのやだな。これ行けるやろ。ほい。うっしゃ、危ねえ。こわイカ <laughs> イカがいる。イカ。イカちゃんのいぐるみ。かつて大流行した。 可愛いいガぬネグルメ。現在は生産終了している。とても活かす。プレゼントに最適。ふわふわで、ガキごガキ心地がいい。なぜこんなところに置いてあったのかわからない。きっと空でも飛んできたのだろう。百獣の王みたいに。全く意味がわからない。一つも意味がわからない。いっぱい言ったけど。一つも意味もわからないんだけど、このゲーム制作者さん、イカゲームズさんっていうね、ゲーム制作会社さんなので、多分そこの、えー、キャラクターでしょう。うん。どうでもいい。いや、どうでもよくない。ごめんなさい。嘘です。 とてもかわいいと思います。よいしょーとってもかわいいイカさんでしたね。うん。めちゃめちゃごますっとこえーと、セーブしましょう。ちょっとなんか急にゲームが重たくなってきたな。えーと。そうだな。えー、図書室の鍵を手に入れたんだね。じゃ、図書室に行こうか。 図書室どこだっけ ?1 階かここだっけ開かんないあれどこだっけ図書室えーっと場所を忘れてしまったぞあれでも音楽室の隣って僕言ってなん違うな図書室あこか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 ここかここかあいた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 オッケーオッケーオッケーえーっと と、放送室とあんま変わんねえな。うーんと。何もねえな。うわ、なにあれ。え。めちゃめちゃ天井崩れてますけど。こわ。大事故ですけど。えー、電灯落ちてますけど。ねえ、よかったな交換日記とかやってみない。 いいけど、荷物検査があったら引っかかっちゃうよ。ああ、これ太郎くんと、花子さんの話かな。じゃあ、どっかに隠しておこうよ。図書館はみんな使ってないし、本棚の上とか。わかった。でもいいの僕と関わったら巻き込まれちゃうかも。まあ、もう悲しいこと言うなって。で、これか。あれここから行けってことか。ああ、ちょっと待てよ。 えすんごい悲しくなったやん、今、気持ちが。またお花だ。最初から置いてあっただろう。えー、すごい心痛くなったわ、今。えー、っと、じゃあ、この上に行かなきゃダメなんだ。はあはあ、なるほど。え、他は別に何も変わってないよね。変わってねえな。 っってみっかうーんこの上って言ったらここだよねうーんと開かないあれなんか文字増えてないえ文字増えてませんか殺すって感じになってんだけど許さない殺すどうしていやこっちのセリフです開かないんだけどえ殺すえめっちゃ増えてあ増えてないわそんなになんかいるじゃん またいるやん。あいつ絶対また来るやん。行くか。さっき消えてくれたからね。ええー、消えてくれたからね、さっきは。さっきは消えてくれたからね。あ、消えたわ。別になんもねえんだよな。消えるだけ。で、どんどん文字が増えていってる。でもずっとじいじ言ってんな、この辺。あ<ー>またいるんだ。え、ずっといるな。 絶対なんか意味あるんだなとで追いかけてくる系かなこれ僕くは早く来すぎた間違えちゃった来る順番をわかねえんだよなあれかな外から入んのかな後方喪失だよね。 何もなもいよ、ね、えっこれ外出れるこれ外歩けるってことでしょさっき花子さん歩いてたからあ,あここだよね<ん>あしゃがむとジャンプできないえ<ー>いけないあ無理だなんか他に方法があるのかじゃあ上に行く方法がちょっと探してみるかなんか あの、上から降りてきて交換日記をとりあえず取らなきゃいけないとかそういうことだよね。あー、なるほど。うう、びっくりした。もう、なにあれ、今日はあいつで遊んでないのいや、さっき遊んできた。なんか手紙みたいなもん持ってたぜ。なにそれ、もしかしてラブレター 知らねビリビリに破いてやったからな。お前ら、ほんとに。やっていいことと、うーわ、かわいそう。お前も一緒やからな。同西やからな、そういうこと言ってる奴は。泣きながら切れっぱし集めてたぜ。あれを笑ったわー。お前ら。お前ら。ほんとに。ダメー、そういうのは記録が更新されました。えーっと、空気が一段と重くなった気がする。校舎の一角から何かを感じる。校舎の一角からさっきのとこじゃないの あのねあの奥にいたあーはあはーはこわええー、っとだいたい見たよねうんだいたい見たえもう一回行った方がいいのかなさっきのとこ行ってみっかえー、っと こっちからだよねうーわめっちゃ増えてるんだけどみんな見てーやべえほらやばいことなってるえ人いないわでも。 めちゃくちゃゾッとした今ゾッとした床もすごいこれ紙が貼ってあるな何だ、えー、赤い文字の書かれた紙血のようなもので文字が書かれてるいじめの主犯格取り巻き止めなかった学生傍観し続けた学生見て見ぬふりをした教師隠蔽しようとした校長全員許さない殺す一人残らず殺す 止められなかった自分自身も殺す。おいおいおい。関与した者は誰一人許さない。殺す許さない。すこすそこを寝ても乗れ殺す殺す殺す。うん。エンサーの込められた文字が書き連ねられている。よく見ると、血文字の下には名簿が見て取れた。その中には父親と祖父の名前も書かれていた。えー、お父さんの母校って言ってたよね。うーん お父さんもこの学校に通ってお、おじいちゃんってなんだじゃあ,あれ真っ暗になってるなんでえ嫌な音するんだけど。嫌な音します。えー、落ちてったー。今の花子さんだよね。そういうことだよね。いや、もう嫌な予感します。真っ暗だし。 えこれやばくないですかやばくないですかちょっとあ、やべ階段、階段がない。<laughs> 噛んだ。怖すぎて噛んでしまった。階段がねえぞ。えあかねえ,え。あれ階段ってここだったよねえ、え、怖あ、怖ちょっと待って。ちょっと、普通に怖い。普通に怖い。じゃ、走ろう。嫌な予感がする。 すごく嫌な予感がする。自分の足音も怖いんだけど、なんか書いてる。許さない。やめて。あー、嫌な音してる。あ、めっちゃ近づいてきてる。めっちゃ近づいてきてるわ。後ろから。ごめん、みんな見えないかもしれないけど。あの、じちじちじちっていうノイズみたいなのがめっちゃ追いかけてきてる。えー、はいえー、学校、あ、これか。 変わりなく過ごしていて、私どもの方でも気づけ、ちょっと待って、もうそんなところじゃないね。何今の踏んで先生の話。あ,あなんかいる。あいつ最近見なくね天候でもしたか案外死んでたんだ。お前らほんま。お前らみたいなもあかんねえからうわ、赤いの近づいてきてる。ちょっと待って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 。この件については隠し通すように、学生にも記者にも一切の質問に答え、隠蔽ね。これが隠蔽ね。 あー、ちょっと待って、もう、廊下中に殺す殺す殺す。あ、あ、何え、怖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 怖うわ、めっちゃ近づいてきてるわ。やべえ。ごめんねみんな一瞬だから見えないかもしれないんだけど。ちょ、ちょ、やべえやべえやべめっちゃ近づいてきてた。今、一、一教室分くらいの距離にいた。 扉がある、扉がある、扉がある。なんかあるぞ。こういう室の鍵。ちょっと待って。それどころじゃない。え、なにも怖い。なにも何なにここどこ踏んで。えちょっと電気つけていいですかいや、つかへんのかい。あ、ついてるわ。ついててこの暗ラスなんだ。開く開くわ。え、怖なにああ、んでここじゃん。 これ上に来たね。あの、さっき行きたいって言ってた。外全然関係ねえじゃん、じゃあ。え、こう降りていいんだよね。ここに交換日記があるのか複数人で記入していく日記。当時学生の間で流行していた。書かれているのはたまいのない内容だ。この日記は太郎という学生、花子という学生の間で交換されていたようだ。やっぱりね。最後のページには放課後音楽室で待っていると書かれている。 なるほど。降りれるこれ。えあ、降りてるね。なるほどね。じゃあ、交換日記を花子さんに渡しに行けばいいのかえ、セーブしたい。セーブしたい。セーブしましょう。そうだそうだ。職員室といえば。あったけえあーあったけここ。 あったけえ心があったけえ一応話のストーリー的に、えー、っと、えー、っと、放課後音楽室で待っていると書かれているっていうことは、音楽室に行かなきゃいけないってことだよね。ああ、行くか、じゃあ。 この交換日記を持っていってあげたらいいのかなちょっと一つ気になるのがさ、もうこういうゲームでようフラグ立つんだけど、あの、その、やられてた太郎くん太郎くんのさ、あの、ビリビリに破かれた日記とかいうやつあれいるんじゃねえかなって思ってんだけど。放送室やな。 あれ音楽室どこだったっけえあ、つくんだ。よかった。あ、ここだね。いますかいませんかじーって言ってるけど、 別に何もないな。いや、ここはでも絶対なんか関係してくんだろうな。最後ここに来ないといけないってことだもんな。ああ、じゃあやっぱりなんか、その、太郎くんの、その破かねた、あー何交換日記のなんかみたいなかわからんけど、手紙って言ってたやつあれ探さないといけないんだね。いや、この手のゲーム、それあるんだよね。それ探してないとバッドエンドになるみたいな。うーん。 そんな気はした。セーブしよう。みんな、これ探すのにめっちゃ時間かかってしまった。もう何やっていいかわからんくてずっとうろうろしてたんだけど、これ外なの。あのー、影落ちてたとこね、ここね。その滑り台。ここにさ、花が生えてんだよ。これ絶対怪しいよね。 多分これで何か話が進んでくれると思って今収録してるんだけど、わかりません。あ、別に何もねえわ。なんだ何をすればいいんだこれ。ふーん。次やることかわかんないんだよねー。 もう一回戻るか。いろいろね、うろうろ、うろうろしたんだよ。うろうろしたんだけど、別に何もないんだよねで。トイレがさ、一回こっきりだったじゃん。あの、なんか追われて死ぬっていう、あの、絶対絶命的な場所だったじゃん。あれだけで終わることあると思って、もう一回行ったりしたんだけど、別に何もなくて。何もねえんだよ。これが。 みんな、あったあったあった。これ校長室なんだけど、僕ここ見てなかったわ。職員への通達っていう手紙があった。これ多分なんかのフラグだろうね。僕多分これ見ずにそのまま降りちゃったんだよね。見ましょう。えー、校長が職員宛に書いたし品。本校の学生太郎くんが校庭で首吊り自殺をした。あー、これか、さっきの花あったとこ。だから花があったんか。なるほど。先来ちゃったんだね、僕はね。じゃあ。 んと、香港の件について、記者が香港に押し寄せることが予想される。特に、いじめの実態を認識していたか聞かれるだろうが、質問には一切答えないように。学生に対しても同じく何が起きたかは話さないこと。学生から情報が漏れる可能性がある。帰宅時は極力裏口から帰ること。正面から出るよりは目立たないはず。通行禁止の三角コンも置いたが、金休めにしかならないだろう。文末に校長の名前が書いてある。祖父と同じ名前。 あちょっと謎解けてきたかも。ある学生が校庭で首吊り雑をした。しかし責任逃れをしたい教師たちがそれを隠蔽しようとしたらしい。この件について詳しく調べれば、ここから脱出する手段か、あるいは、音量を沈める方法がわかるだろうか。なるほど。これで、あそこに行くんだ、さっきんとこ。でもちょっと謎解けてきた。あの校長が、この主人公のおじいちゃんなんだ。うん。 で、えー、とお父さんっていうのがあここの学生さんだったのかなでもしかしたらもう漫画みたいな話だけどそのお父さん校長の息子じゃん調子に乗ってさ俺校長の息子だぞみたいなやつで子に乗りやつ漫画によく出てこないあのタイプでさなんかいじめてたんじゃないもしかしてわからんけどねわからんけどでなんかそういうのあったんじゃない で、それを隠蔽しようとしたのを、花子様は怒って、もうすべての関係者は呪う、みたいなこと言ってたからさ。で、ついでに僕もやられてるってことこれ。で、お父さんはそれを近づくなって言ってたのに、僕は無理やり近づいてきちゃったみたいな自業自得じゃねえか。で、ここに花があると。あー、やっぱあるわ。そういうことね。順番間違えてたんだね、僕があー。 えーっと、どうしたらいいんだ紙くずの入った封筒細かく破かれた紙くずが中に詰まっている封筒紙くずには何か書かれてい,るいたように見える元は便箋だったのだろう封筒には「花子さんへ」と書かれているあつれえめちゃくちゃつれえ話になってきたぞ。 大切にいた彼家に書かれたであろう手紙。それはビリビリに破かれ無残な姿になっていた。しかしそれでもこの手紙を必要としている者がいるかもしれない。ずっと待っていたはずさ。うーん。で、これを花子さんに持っていくってことか。うわぁ。なんかつれぇわぁ、まあ。主人公からしたらさー全然関係ないのに、巻き込まれてる感じだよね。俺全く関係ねえのにって思ってるだろうね。 いや、それは思うわな。うん。それは思うでしょう。僕でも思うわ。当事者だったら。うーん。まあ、とりあえず、じゃあ、えっ、ー、と、本音楽室って言ってたから、音楽室だと思うんだ。持っていこうか。あー、セーブしていい <laughs> セーブしましたよし、じゃあ音楽室行くか。手紙持っていってあげよう、花子に。 ういやー、これ最後どうなるんだろうね。いや、結構怖かった、このゲーム。もう多分終わりだと思うんだけど、油断はできないね。あ、いるわ、いるいるいる。もうやべえことなってる。えこれ持ってっていいよねえー、ちょっと待って、持ってっていいんですかどうなんですかなんか書いてますか書いてませんね。えー 持っていくよまあ、セーブしてるから行ってみるねチケるのは危険いや知らね紙くずの入った封筒を手渡したあ受け取ってる点点点 ん動ける。てんてんてん。えどういう心情どういう心情なん花子。え花子どうしてあげたらいいん僕は。僕はどうしてあげたらいいんや花子。 聞いたの話話聞いたろ怖いけどてんてんてんいや何も言わね花子どうしてあげたらいいんや抱きしめてあげたらいいんか多分抱きしめたら僕死ぬけどえどうしてあげたらいいんだろう顔は見えないなえどうしてあげたらいいんやろうかえこれ僕去っていいのかな あれいなくなってる。許さない。えあ、動けんくなった。なにだけどなに安転していった。だけどなにその後自分はキロにつき 何事もなく帰ることができたなるほど何事もなくいっぱいあったけどねまあ、帰り道は何事もなかったってことね怖祖父は自分の生まれる前に亡くなっていたので知らなかったがこの学校の校長だったようだうんやっぱそうなんだねおそらく太郎くんの件を隠蔽しようとしたせいで花子さんに呪い殺されてしまったのだろううん。 いや、まあでも、それはダメだよね。父は太郎くんや花子さんと同時期に在学していたようだった。ああ、だ直接が変わってたかどうかは分かんないんだね。父がいじめに加担していたかどうかは分からないが、関係者として呪い殺されてしまった。わあお父さんもまあまあかわいそうだな、じゃあ。そうなってくると。その父の子である自分も関係者といえば関係者。もうそれはね、関係者って言わないよ、もう。<laughs> もう言わない。まあでも、ね 松台までってやつだよねうーん許さない最後にそう言われたような気もしたが自分はまだ生きているうん。てんてんてんあの校舎で世代をまたいでなおも残っていた「遠さ」を感じて可能な限り恨まれるようなことはせずに生きよう。 そう、思った。普通やけどね。<laughs> 普通のことやけどね。それは。お、ダウンローディングやーン。ああ、戻ってきた。なるほど。いや、面白かった。え、これ100円っていうレベルのクオリティのゲームでしたね。いや、そりゃ評価高くなるわな。めちゃめちゃ面白かったです。えー、旧校者の花子さん。ぜひ、 皆さん、やってみてください。あのー、まあ、実際、怖い演出はたくさんあったし、まあ、あの、その、なんて言うんだろう、脅かしとかびっくり要素とか、ホラーゲーム好きな人は、もう、ぜひお勧すすめしたいゲームだけど、えっ、ー、と、ちょっとあんまりホラーゲーム苦手なんだよねっていう人でもできるんじゃないかな。ストーリーがすごいね、しっかりしてて面白かったから、ちょっと僕、サク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 ね、うまいこといけたからさ、今回、ストーリー的にね。 だからもしかしたらちゃんと順番とかがあったのかもしれないな。なんか僕、行ったらなんか鍵があって、行ったら話聞けてみたいな感じでうまいこといけてたかな。途中までね。なんか飛ばしてるかもしれないな。何個かわかんないけどね。まあ、でもすっごい面白いゲームでした。急校者の花子さん。ぜひ皆さんやってみてください。というわけで僕でした。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。バイバイ。